い、こんにちは。ようやくねゴールデンウィークが終わりまして、本がね届きました。今日は6月7日締め切りの、皇室です。こちら 1,2 年生の課題なんですが、ちょっとひらがなが混ざるとね、これ大人は読みにくく感じるんですけどね。大地が暖かくなり土の中の虫が這い出すと書いてあります。こちらね、今回は線を中心線をこうちゃんと引いてありますので、これを見ながら書きます。ちょっと 1,2 年生の課題で共通なので、1年生にとってはすごくね大変なんですよ、この漢字。特にまだひらがなを習い始めたばかりなので、漢字はもう真似をしようっていうふうに思うこと、もうそれのみですね。それのみにつきます。それから漢字とひらがなの大きな違いとしては、起筆の大きさが違うんですよ。起筆っていうこの入りのね大きさ、しっかり入れるのが漢字なので、そこのあたりでちょっと変化をね出してもらえるといいかなと思います。ちょっと書いてみますね。第一がです、大きいという字、少しなんかね影ができちゃう、大丈夫かな、少し明るくできるかな、ちょっと待ってくださいね。明るくしてみますけど、あ、ならないかな。ちょっとこのままいきましょう。はい、大きいという字いきます。真ん中に線があるものだと思ったら、こうね、ありますね。ギュッと上がる線質、これ長くてこういうのと違いますよ。ギュッと上がっていいです、短くていい。でここしっかり入れましょう。ちょっと引いてあげるといいですね。でまっすぐ下ろしてきて急カーブするような線ですね。でスーッと来て、ここで力入れてぐーっとまた抜きます。ここね、ここでしっかり止まって横へ行くような感じです。これいつも言うんですけど、ここまっすぐ降りてきて左っていうのと、例えば人っていう漢字がありますよね。その人っていう字はしっかり入れるのは一緒だけど、いきなりこうに来ますよね。いきなり左へ行く、でこういう感じ、これが人っていう字ですね。大きいっていう字は、ちょっと大きいっていう字はね、火曜日のかと一緒ですね。日っていう字です。こうちょんちょんってやっといて、上からぎゅーっと切って急カーブするような。1年生も火曜日のか見たことあるよね。こういう感じね。これと一緒です。この降りてくる感じがね。っていう風に一緒に覚えるといいんですけど、1年生難しいので、2年生はね、参考にしてみてください。第一、地はひらがなです。あ、ちょっと言うの忘れちゃった。これもギュッと似てますよね。ここね、すごく似てますね。漢字とひらがななんですけど、地はギュッと上がって、こういう感じで短くギュッと。ね、それから、ここあんまりガチンってしない方がいいんですよ。今回の、このお手本がちょっとね、カチってなってるんですけど、あまりやらない方がいいかなと思います。で、つを書くような感じで、その方がちょっと今後のことを考えるといいんですね。なのでちょっと今回こちらでいきましょう。ちが、こうです。ここギュッてやったら、上からこうに切って、少しなだらかな感じでこうきますね。あんまりガチンってして上に行かないように。間違っていけないのはこういうこと、これあんまり良くないですね。かっこよくないので、これちょっとやめといてください。これ横に行きます。そうするとね、こここういう感じになりますね。はい、がです。がいつも言ってますね。これね、真ん中より出ないこと、そしてここふっくらと空きを出すことで、点です。点もおろそかにしないことね。ただビッて引くんじゃないですよ。点なので、優しくから太くっていうね、こっち側に重きを置くような感じで、そんな感じでやります。で、暖かくです。はい、あですよ。あが難しく感じるのかな。もうちょっと拡大した方がいいですかね。今日ね、ちょっとね、いつもより上の方から撮ってるんですよ。だからね、ちょっと違うような気がするんだけど、どうですかね。地の時と一緒、ギュッて上がる線質でいきますよ。こう上がりましたね。で、ここからこういう風に来ます。
これって中心線との位置関係はこんな感じ。なんか編み物みたいにこう絡め取るみたいな、ここからギューッとね、右側から入るけど突き出して、まあ、こうお腹せり出すような感じ、出しといてまた右に戻るみたいな感じ。そうするとあの斜めな感じじゃないですよね。倒れてるイメージないんですよ。ちゃんとここに戻ってきてるから。で入り出し、この辺あがね一番なんかちょっと苦戦するみたいですね、みんなね。この位置関係ですよ。こういう感じでギュッと入っていいです。でここで、こことここがちょっと揃うようなイメージですかね。この辺高さ揃えてくれるといいかな。で少し上に上がって、今ね分かりやすいようにこう1回ずつ離してますけど、離さなくていいですからね。ここまっすぐしましょう。ぐっとまっすぐ来て上に上がって、こう回りながら上がっていきます。こうね、これ元になってる字っていうのはこれです。あんっていう字ね。ここがねこうになって、こうになって、ここがこういう女っていう字がこういう風になってこうになりましたっていうのね。はい、たが2回続きますね。1、2、ちょっと少しこっちが長くなるような感じですね。1、2で、ここにしっかりと隙間を開けるような感じでこう来といて、こちらしっかりで、このラインが出てあげられるといいですね。で、ここのねところも見てください。こう三角形みたいな感じができるとすごく綺麗です。こうね、そう、はい、2個目描きますよ。キュッと来て、で必ず鉛筆ってほらくるくる回しながらね、こう持ち替えながらくるっとしながら描くんですよ。で少しほら太くなってきたなと思ったらまたくるっとしながらね。はい、次かくなりって書きますよ。かですから真ん中より出ないようにここね、こう来てこう、こんな感じです。ここね払わないんです。結構払ってる子多いんですけど、逆に跳ね返るぐらいな感じでこちらに持ってくるね。こっからこうに来たいんですよ。だからひらがなっていうのはつながってるもんだと思ってください。全く別物のただの棒がここにいきなり現れたわけじゃないってことです。これは加えるという字ですね。習ったのかな2年生。これがこの口っていうのがね、点々ってこうやって表されるんですよ。こうね崩れていきます。くです。くもね、厳密に言うと右側から始まって右側で終わるんです。こう真ん中から始まらないように。そうするとほら真ん中から始まっちゃうと左側だけでねくってかけちゃうんですよ。だからちゃんと右側を使うっていうところ意識ですね。でどちらかというと最後の方、こちら側がギュッと少しだけ長いかなっていうイメージです。あんまり極端にやると変なので、ちょっとだけこっちが長いかなっていう、なぜかっていうとね、このね、ひさっていう字なんですよ。もともとくっていうのがこうになって使われてるのはこの部分です。こっからギュっていうのがこれがねくなんですよ。だからねこっち側がちょっと長いかなって思うぐらいでいいです。なーりいきますね。こっからこう、こっからこう、そう、これも点の位置とかが結構初め難しいのかもしれないですね。それからなはね、結びのここの部分、ここ特に難しいかもしれないので、ちょっとこちらに大きく書きます。1、2、3で、この時中心どこなのかって言ったらこうですよね。同じように空いてます。こういう風にちょっとこう同じような感じで三角形かなみたいな、これぐらいにしておいて、この点からのこうつながりがこうありますよね。こう来といて、一瞬こちらにキュッて入るところがあると、次1、2ってやるだけなんですよ。ここのね入りがあるととっても綺麗にこの結び三角形がね作れますので、そこポイントです。これそれをねちょっと小さくした感じで書いてください。なーり、り、
土の中の土という字ですね。土っていう字は漢数字の2みたいですよね。ギュッて上がる線と、まあここにこれがね入ってきますけど、こちらにこうやってくる線、ほらこの縦線をこれ取ってみたら2と同じですね。なのでこういうふうにこちらにこういうふうな線と、こういうふうにこちら側に反る線と、これの組み合わせです。のあ、ごめんなさいね、これとのの中、中っていう字ね、そう縦長にしたくなっちゃうんですけど、そんなしなくてもいいです。ただ頭しっかり出したいですので、ここしっかり、ね、頭ギュッて出してあげて、なるべく下も長くしたいなっていう、結構まあマスいっぱいに書きましょう。ひらがなよりね、やっぱり漢字の方が大きく見せたいんですよ。なのでちょっと大きくなれるようにいっぱい目いっぱい使って、はい、ののは、まあ、真ん中からいきますよ。こうね、2回目ですけど、の虫が這い出す、虫という字ですね。中っていう字に似てますけど、こうキュッとしといて、この締め具合ね大事ですよ。ここし締めといて閉じますよね。はい、頭出してしっかりと、ここを通過したらあまり長くしなくていいです。中っていう字とちょっと違って、なぜかっていうとここがね重要ですよ。ここから下に向かって、ここから横じゃなくて、ここから下に向かってギュッギュッと入れて、ギュッて入れてからのグワーンって、こういう感じです。グワーンって持ってきて、ギューってだんだん強く、これ始まりよりもこちら側が強くなるようにギューってやりますね。虫、はい、蚊はたくさん出てきますね。毎回そうなんですけど、そうここね半分から出ない、そうだからなんかね、なんとなく小さく見えますよね、蚊ってね。これ2人で1つみたいな、が這い出す。歯は左側、ここでも字の大きさが決まります。ここね、ここからここまでなんですよ。でこれ跳ねる方向は次の角へ向かうように、こういう風に跳ねました。でここから入って、こちら側が強くなるようにギュッと持ってきて、でここ右寄りです。右寄りからのこう、ここからここよりも下がらないこと、なぜかっていうと結びはね浮いててほしいんです。少しだけこことここが合うぐらいがよくて、ここには少しだけ隙間が欲しい。だからみんなねここね下まで来ちゃうんですよ。下まで来て結び作るから、なんとなくこっちが出ちゃうっていうか、ここね隙間にしてください。はい、いいです。いいわ、ゆりかごみたいにこういう風に、意外とねできる子が少ないんです。これこちらにこういう風にしてください。頑張って、もうなんかねこういう感じの子多いですね。一見こう綺麗なんだけど、もうちょっとね2つをこういう風に斜めにしてあげればいいですよ。はい、出すという字、出すっていう字ね、これ難しく感じると思います。多分山が2つあるみたいに見えますけど、上、これねかっこよく書くためにはね、ここがしっかりこういう風になってれば結構綺麗に見えるんですけどね、頭出しましょうね。で最後ね、ここ少し長めにしてください。山っていう字もそうなんですよ。右側ちょっとこうねしっかりめに出してくださいね。で最後巣です。ぎゅーっと長くね、長く引いて右寄り、こんな感じですね。ここから右寄り、そうで小2にしときましょう。2ですね。あ、映ってない。小2で名前、はい。1、2年生の説明はこんな感じです。1年生ねちょっと難しいんですけどね、分かんないところいっぱい聞いてください。はい、それでは頑張りましょう。